今私たちは日本棋院に来ています。3月29日平成13年度の表彰式がありました。今日本で一番強いプロ棋士の大立誠棋聖です。対局がお休みの時は何をしていますか？まあスポーツクラブ行ったり、うちで勉強したり。何やってるんですか、スポーツは？まあ、水泳とか卓球とか。立誠先生は卓球もすごい強いんだよ。私ね、同じスポーツクラブなんだけど、スポーツクラブに行ったら優勝の王さんって書いてあったの。卓球大会で優勝してたの。囲碁をやってて一番嬉しかったことと悔しかったことを教えてください。まあやっぱり初段になった時はすごく記憶に残ってますね。プロになった時ですよね、はいはいはい。まあ、その時一番苦しかったんですけどね、はい。囲碁ファンの子供たちに一言お願いします。まあ碁はすごく面白いし楽しいですから、もうどんどん続けてほしいなと思ってます。女流本因坊の小林泉さんです。今ね、日本で一番強い女性なんだよ。碁を始めたきっかけは何ですか？私の場合はおじいちゃんとお母さんとお父さんがプロだったので、不思議と自然に碁を始めてしまいました。泉さんのご両親とおじいちゃんはすごく有名なプロ棋士なのね。すごい方たちで、泉さんもすごい方。生まれた時からやってるの？お腹の中にいる時からやってました。お腹の時？いや、冗談で。私も本気で知った。今どうしてプロになろうと思ったのですか？なんかやっぱり碁がすごく好きだったから、プロになったら一生碁ができるっていうのが一番魅力でした。囲碁ファンの子供たちに一言お願いします。碁を始めたらお友達がたくさんできるので、ぜひ友達の輪を広げてください。今年からプロになった井山裕太くんです。学校の成績はいいんですか？まあクラスの中ではまあいい方です。学校の勉強と碁の勉強どっちが好き？碁の勉強の方が大変は大変です、はい。今後の目標を教えてください。まずやっぱりタイトルを取れるような棋士になりたいと思うし、あと世界に通用するような棋士になりたいと思ってます。天元というタイトルを持っている羽根直樹さんです。これから日本の囲碁界を背負って立つと言われている期待の若手棋士なんだよ。囲碁をしていて一番嬉しかったことと悔しかったことを教えてください。囲碁が打てた時は嬉しいね、内容の囲碁が打てた時は。囲碁ファンの子供たちに一言お願いします。やっぱ碁は楽しいですからね、プロを目指そうと思ったら結構苦しいけど、プロを目指そうと思うまでは楽しいから、十分楽しんでほしいですね。プロになってからも楽しい？楽しいですよ、でも苦しさもありますからね、半分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 、それまでは楽しいばっかりだから。あ、そうなんです、うちらもさ、ああいう風になれるといいけどさ。大丈夫、なれるよ。でもなれないと思うけどなれる、でも17歳だから。今日は布石をやりましょう。布石は囲碁の一番最初の段階です。お互いが陣地にしたいところを宣言し合っています。例えばこうなったとすると、黒の地になりそうなところはこの辺り、白の地になりそうなところはこの辺りとなります。黒の字が大きそうなので白が入っていったとしましょう。こうすると布石が終わり、戦いとなります。布石は相手とバランスを取りながら打つことが大切です。はい。ゆきくんはいつも天元から打ち始めるね。
でも光る野菜は炭から打ち始めてるよね。それはどうしてかっていうと理由があるんだ。同じ大きさの陣地を隅、辺、真ん中で作ってみました。それぞれの陣地を作るのに何て必要か数えてみましょう。真ん中は8手、辺は6手、隅は4手。そう、隅の陣地が一番少ない手数で作れたよね。よく打たれるのはここに印がある星、そして一路横の奥です。それでは始めましょう。お願いします。お願いします。前回好評だった光の碁囲碁入門教室、今日は全国で開催されています。そのうちの一つである沖縄に今私は来ています。知念香織女流棋聖と一緒です。光がやってるようにみんなで囲碁を一緒に楽しんでいきたいと思います。今日沖縄の子どもたちと接してみて、すごく囲碁が浸透しているなと思いました。3月22、23日と沖縄で囲碁アジアカップが開催されました。結果は韓国が圧倒的な強さで優勝しました。子どもの囲碁ファンたちに一言お願いします。あの光の碁っていうのも漫画面白いんですよね。でね、まあ碁も出てるんですけども、碁もね覚えれば大変面白いんですよね。ですぐ覚えられるし、あの日本の子供たち、あのすぐ覚えられるからすぐ碁を覚えてください。楽しんでください。はい、ありがとうございました。今日は手筋をやりましょう。この局面で白番です。今取られそうな石があるんですが、黒石を取ることによってうまく助けることができます。それはどうしたらいいんでしょうか。したら、舞ちゃんどうする、繋がっちゃったね。せっかく助かろうとしてたのに助かんなかったね。もっと上手い手があるはずだな。気づいてる。しかし、やめないと手だ、簡単だった。そうやって一度取らせてから当たりにするのが上手い打ち方だったのね。今日も手筋の続きをやりましょう。白番です。今この白石3つが取られそうなんですが、逆にこの黒石を取ることで助けることができます。どうしたらいいでしょうか。おー、最後の一着気合よく持っても、そうで結局この石取ることができるんだよね。じゃあ今度はどう。ここ、よし、そうこれでうまく打って返して取ることができたね。こういう手筋を実践で決められるとますます碁が楽しくなるんだよ。ゆかり先生の師匠のお家に来ています。研究会があるんだって。行ってみようか。うん、この辺がそれを思ったらもう大変でしょう。ゆかり先生にも先生がいて、こうやっていつも勉強してるんだね。うん、強いわけだよ。